女優の仁村沙和が、12月4日スタートのテレビ東京系ドラマプレミア23、シャットアップ、毎週月曜夜11時6分、で民放連続ドラマ初主演を務めることが決定。女優の莉子、片山由紀、元日向坂46の渡辺美穂が共演する。仁村沙和、民放連続ドラマ初主演、シャットアップ、本作は、貧しい女子大生たちが企てる100万円強奪計画が繰り広げられる衝撃のクライムサスペンス。学費も生活費も自分で稼ぐ苦学生、ユキは、同じ境遇であるめぐみ、しおり、さなと共に寮で身を寄せ合いながら、貧しさを諦めたくない、と日々思いながら過ごしていた。そんなある日、一人の妊娠が発覚。しかし相手の男性は相談に乗らないどころか、馬鹿にするだけで向き合ってさえくれなかった。非力だと見下ろされた悔しさと虚しさ、どうにもならない現実に、彼女たちは自分たちなりのやり方で立ち向かうことを決意する。たとえそれが間違ったやり方だとしても。しかし、その復讐はやがて周囲の人々も巻き込んで思わぬ方向に進んでいき、ある一夜の真実。そして性暴力事件を知ることになる。主人公、田島由紀を演じるのは民放連続ドラマ初主演となる仁村。ドラマ、あなたのブツが、ここに、NHK、私のお嫁くん、真夏のシンデレラ、共にフジテレビ、映画、658km、陽子の旅、など話題作に数多く出演し、幅広い役柄で活躍目覚ましい仁村が、どんな困難も諦めない、まっすぐで芯のある役を熱演する。莉子、片山由紀、渡辺美穂ら共演、そして由紀と同じ大学に通い、共に寮で暮らす友人3人も発表。インカレサークルに所属し、控えめな性格で心優しい川田めぐみを演じるのは、ドラマ、最高の教師1年後、私は生徒に、された、日本テレビ、アオハライド、ワウワウ、など、みずみずしいお芝居で注目を集める莉子。バル、さらに、莉子演じるめぐみと同じインカレサークルに所属し、いつでも冷静な現実主義者、工藤しおりを、映画、茜色に焼かれる、に出演し、第46回報知映画賞で新人賞、第43回横浜映画祭で助演女優賞を受賞し、2023年度後期 NHK 連続テレビ小説、ブギウギ、でヒロインの同期役としても話題となった片山。素直で明るいムードメーカー、浅井さなお、日向坂46の元メンバーであり、最近では、一系のカラススペシャル、フジテレビ、ミュージカル、サニーに出演するなど、精力的に活躍の幅を広げる渡辺が演じる。バル、監督には、映画、猿楽町で会いましょう、ドラマ、ロマンス暴風域、お手掛け、話題を呼んだ小山隆史。人間の暗部や欠落、若者の刹那的衝動、社会の歪みなどを鮮やかな切り口で映し出す。脚本は、今年1月クールに放送されたドラマ24、今夜すき焼きだよ、北米最大の日本映画祭、ジャパンカッツ、コンペティション部門、ネクストジェネレーションにて、大林信彦監督の名を冠した、大林賞、小林プライズを受賞した映画、彼女来来、や、浅草急激賞の特別賞を受賞した舞台、とりわけ眺めの悪い部屋、お手掛けた山西達也が務める。モデルプレス編集部、仁村沙和、田島由紀役、大学2年生、将来の夢ややりたいことは特にないが、貧しい状況を諦めたくないと思っている。責任感の強いしっかり者、コメント、9、本作の出演オファーを受けた時の感想、台本を読んでみての感想をお聞かせください。台本を読ませていただいて感じたことは、まずこの物語は現代を生きる上でとても大切なことがたくさん書かれていると思いました。経済的な格差やジェンダー格差など、様々な格差を表現する言葉が生まれている今の世の中でたくさんの SNS が普及していて情報の速さが人間関係。社会生活にも影響していて、改めて自分自身を守るためにイエスやノーを表現する大切さを感じました。互いの正義のための行動が正解か不正解かは置いといて、格差がある世の中で生きる女性たちにとっては遠くない現実の物語だと思いました。9、演じられる役どころについての印象などお聞かせください。私が演じるユキは、正義感が強く面倒見は良い方で良い意味でごくごく普通の大学生。
このくらいの年齢の方々は自分はこれから何をしたいのか、漠然とした将来への不安や孤独感、目の前の人間関係や SNS の影響をたくさん受けてしまう年代だと思います。きっとユキもそのうちの一人で等身大にリアルに演じていけたら良いな、と思いました。旧撮影等これからになりますが、初主演として意気込みをお願いいたします。正直主演ということで、どういうドラマになるかドキドキしていますが、何よりも心強い若いキャストの皆様と一緒に物語を作り上げていくのがすごく楽しみです。本読みでお会いしましたがとても個性があり素敵な方々で、監督もとても明るい方なので、内容はリアルな内容ではありますがポップなドラマになるのではないかと思っております。気負わずにこの明るいチームの皆様と楽しく、良いドラマをお届けできたらと思います。よろしくお願いいたします。旧視聴者の皆さんへ見どころなどメッセージをお願いいたします。まず、シャットアップというタイトルに驚かれたと思いますが、自分のことは自分自身で決める、そんな強さが込められているタイトルだと思います。このドラマは自分が自分でいることの大切さ、当たり前という言葉はなく様々な環境や文化がある現代で生きる、私たちの物語です。物語のハラハラドキドキする展開を楽しみながらお互いに認識を確認できる時間になると思いますし、衣装や映像も素敵なものになる予感なので見ていて楽しいドラマになっていると思いますので楽しみにしていてください。以降、川田圭役、大学2年生、インカレサークルに所属していて、同じサークルの他大の先輩に憧れている。心優しく、自己主張することが苦手。コメント、9、本作の出演オファーを受けた時の感想、台本を読んでみての感想をお聞かせください。女の子たちが逆境に立ち向かい声を上げて動く姿に心を打たれました。一人一人の強さや正義を持っていて、そこから生まれるリアルな会話のテンポ感などが印象的で早く演じたいなという気持ちです。また緊張感のあるシーンもあるので丁寧に演じていきたいと思います。9、演じられる役どころについての印象などを聞かせください。私は川田めぐみを演じさせていただきます。一見、ふわふわして、おとなしい印象を持たれる子ではあると思いますが、うちに秘めている熱いものがある子です。めぐみのある出来事をきっかけに巻き起こる葛藤や辛くても一歩勇気を振り絞る姿など私自身と年齢も近いので、親近感のある魅力的な川田めぐみになるよう、精一杯努めさせていただきます。旧撮影等これからになりますが意気込みをお願いいたします。めぐもみんなと同い年ではありますが、どこか年下感があるというか、ゆき、しおり、さなに支えられ、救われて生きている子だと思います。実際も私が一番年下で、二村さん、片山さん、渡辺さんという素敵な役者の皆様とご一緒できるので、たくさんのものを吸収しながら私自身も成長できたら嬉しいなと思っています。バル、旧視聴者の皆さんへ見どころなどメッセージをお願いいたします。同じ寮に住む4人の女子大生がそれぞれの考えで、それぞれの意思で動いて変わっていく姿にただただ、かっこいいなと私は思いました。世の中、法や世間の声など様々なもので縛られる中ではあるけれど、その中でもがきながらも成長していく姿を最後まで皆様に見届けてほしいなと思います。そして誰か一人でも救える、そんなメッセージ性のあるものにできたら幸せです。